ことも、できる限り最小限にしか犠牲にしてないっていうのはいいところかなと思いますね。ネジ式になっていて、自分でもメンテナンスができるっていうのが一つの特徴だったりします。もう文化ごと白鷺に関してはその分もこの弦の長さをできる限り長くして音に特化した楽器にしましょうって言って、見た目も大事にしてるけれども音に特化した構造にしてもらったりとかして結構工夫が詰まってる楽器になってます。台を自己満足の範疇で変えたと言っていましたが具体的にどのような満足を得たのでしょうか。こうやってちょっと動かすときにこの範囲で動かすのをもう少し手を下ろした自然な角度になるようにしたんですけど、和声のトレモロはどうやったらできますか。グリスが嫌いと言っていましたが好きな技法はあるのですか。ありますね。で中指の幅を変えてもいけるように、みたいなことをやってたりします。こういう風にしてスクイーズ目でスピード感を出したりとかもしています。ここに蒔絵という絵が入ってるんですけれども、基本練習をひたすらにやった方がいいと思いますか。練習する際に気をつけたいポイントはありますか。スクイーズ目を練習しています。なるほど。こんな風にね、今回は以上ですかね。はい、こんな感じで、ことのこともいろいろと答えていくので、Q&A で質問がある方は、個別のこういう技法のことでもいいですし、もっとラフな質問でもいいですし、何か質問がある方はまた Q&A の時に質問いただければと思います。ありがとうございます。